書館の始まりはいつから？日本では奈良時代に磯の神谷勝具が指定内に作った雲亭と称する書斎が一般的に公開された図書館の始まりと言われています。公共としての図書館は1872年に政府が設立した書借館でした。しかし当時の図書館はほとんどが有料で、今のような無料貸し出しは戦後の1945年頃から広まっていたそうです。